サワディカ。それでは今回はワンピースの魅力第2弾、感動するというところを深掘りしていきたいと思います。具体的には私が個人的に選んだ、感動するベスト3をですね、3位から順番に、解説していきたいと思います。はい、それでは第3位は波編です。この波というキャラクターはですね、麦わらの一味の初期メンバーですね。第1巻から登場している麦わらの一味の航海士です。はい、ちなみにですね、麦わらの一味っていうのはルフィの海賊団の、通称ですね。あのシャンクスからもらった麦わら帽子ですよ。なので麦わらのルフィっていう風に通称されているんですね。とにかくもう麦わらの一味の航海士ナミが登場するときには、ナミは海賊専門の泥棒だったんですよ。何やら事情があって海賊のことをひどく意味嫌っているんですね。そしてその嫌いな海賊から金品を奪うことを、そしてその嫌いな海賊からビジネスっていう風に呼んでいるんですね。で、ストーリー上の流れでルフィとナミが手を組むことになるんですよ。ルフィとしては基本的にこの人は自分勝手なマインドですから、ナミは自分の海賊の仲間になったと思ってるんですね。ただナミとしてはただ手を組んだだけ、一時的にですよ。なのでナミとしてはいつまでもこの麦わらの一味にいる必要もないので、ある時に抜け出しちゃうんですね。で、それを追いかける麦わらの一味ですよ。ルフィはだって仲間だと思ってるんですから。そこで麦わらの一味がたどり着いた島というのが、ココヤシ村という村がある、これはナミのふるさとですね、がある島なんですね。そしてその島はすでに魚人であるアーロン一味に支配されていたんですよ。このアーロン一味、まあ、魚人の海賊なんですよ。で、この魚人というのがワンピースの物語の中では一つのですね、まあ重要な意味合いを帯びてくるんですけれども、この時点ではそれほどでもないのでそこは割愛いたします。まあ端的に言うと、魚人は人間から虐げられてきたんですね。で、このアーロンという魚人はその人間に虐げられてきたこの歴史を知って、人間にひどく憎しみや恨みを感じている人なんですね。人いや魚人なんですね。そして麦わらの一味が島に入り込んで目の当たりにするのが、ナミがアーロン一味の幹部であったという事実なんですよね。で、島に戻っていたナミはもう終始麦わらの一味に対して、もうこの島から出て行ってと、もう全面拒否するんですよ。私のビジネスを邪魔しないでと、私のことはほっといてとずーっと言ってくるんですね。どうも意味深なんですよ。そんな中、麦わらの一味はナミのお姉さんノジコに出会うんですね。そしてそのノジコが語ることによって、物語は8年前のココヤシ村回想シーンに行くわけですね。ナミは18歳でこのワンピースに登場していますので、その8年前、10歳の頃の出来事です。ナミとさっきのノジコお姉さんですね、この2人はベルメールさんというですね、養母に養われて暮らしていたんですね。3人で、このベルメールさんというのが、このココヤシ村ではやんちゃで有名で、子供の頃から悪さばかりしてたんですよね。そのベルメールさんが大人になって海兵になったもんだから、ココヤシ村のみんなは喜んでたんですよ。その海兵になったベルメールさん、ある日戦場から二人の子供を拾ってきたんですよ。それがノジコとナミだったんですよ。このノジコとナミは別に姉妹でも何でもなくて、たまたま戦場にいた異孤児ですね。そしてこの二人を私の娘として育てることに決めたベルメールさん、そんな三人の暮らしですね。その日いつものように三人で食卓を囲んでるんですね。ノジコとナミは食事をしていて、ベルメールさんは何か縫い物をしてるんですよ。で、ナミが言うんですよ。ねえベルメールさん、最近ご飯食べてないでしょ。みかん食べてるじゃない、今ダイエット中なのよ。縫い物してるんですね。じゃあ私もご飯いらない。ノジコですよ。嘘ばっかり。うちにはお金がないからベルメールさんの分までご飯がないんでしょ。ベルメールさんはそれを相手にしないんですね。みかんの美容パワーを舐めちゃいかんわよ。で、縫い物したものができました、ナミできたよって、あんたの服だよって言うんですけど、ナミはそれを嫌がるんですよ。またお下がりっていうことになるんですね。ここでノジコと喧嘩が始まるんですね。仕方ないでしょって、あんたは私より2個下なんだから、私の服のお下がりなのよって、私も新しい服着たい、私のだって古着よ。こ
ここまではよくある姉妹の喧嘩だったんですよ。ただこの次にナミが放った一言にベルメールさんは張り手を食らわすわけですね。ナミが言うわけですよ。でも本当の姉妹じゃないじゃない、私たち血が繋がってないんだもん。これにベルメールさん一発食らわせるわけですね。血が繋がってないから何？そんなのどうだっていいじゃない、そんなバカなこと二度と口にしないで。もうナミは泣きながら、ナミよ、ベルメールさんだって本当のお母さんじゃないじゃない、私どうせ拾われるのならもっとお金持ちの家がよかった。もうこうなったら売り言葉に買い言葉ですよね。もういいわよ、勝手にしなさいと。もう出てくーしって言って出てっちゃうんですね。で、ナミが出てった後に、ノジコはしっかり者の性格なので、二人のことを心配するんですね。ベルメールさんはノジコに、ナミを連れ戻してくれるって。美味しい夕食作って待ってる。うん！って言って探しに行くんですね。その時ですよ。海賊だーってやってきたのが、アーロン一味なんですよ。今この瞬間からこの島は俺の支配下にすると。大人一匹10万ベリー、子供一匹5万ベリー、これを献上金として毎月払えっていうことを言うんですね。払えねえ場合は殺す。で、なんとか村の人たちは全員支払うんですよね。それをざわざわしてるんですよ。町の外れに住んでいるベルメールさんはそんなことも知らずに美味しい夕食を作ってるんですね。村のみんなはざわついてますよ。ベルメールの野郎は多分お金持ってねえぞ、このままバレないといいんだけどってなってるんですよ。ただベルメールさん美味しい夕食作ってるじゃないですか。家の煙突から煙が出ちゃってるんですよ。それに気づいた魚人、アーロンさん、あんなところに煙立ってますぜ。気づかれてしまうんですよ。で、ベルメールさんの町の外れのお家に魚人海賊団がゾロゾロとこうやってくるわけですね。ベルメールさん元海兵ですから多少腕があったんでしょうね。アーロンに立ち向かうわけなんですけれども、で、このワンピースの中の設定では魚人というのは人間の10倍腕力があるみたいなので、もう案の定アーロンにボコボコにされるんですよ、ベルメールさんがですね。で、村の人が助けに入ってくるんですね。おい、ベルメール、今全財産いくらあるんだ？ベルメールさんの全財産はこの時10万ちょっとだったんですよ。大人一人当たり10万ベリーじゃないですか。だからベルメールさんは自分の分だけ払えばこと済む話だったんですよ。しかし魚人の一人が家の中を覗き込んで、おい、アーロンさん、3人分の食事が用意してますせっていうことを言っちゃうんですよ。ただ助けに来たその村人が機転を利かして、さあベルメール、さっさと一人分払ってしまいなさい、今日は夕食に招待されたんだったな、せっかくの料理が冷めてしまうから。ああ、お金が足りてよかった、これで村人全員無事だってことで、なんとか乗り越えるんですよ。魚人側も村の名簿を見てベルメールが一人者であることを確認するんですね。ノジコとナミはベルメールさんの養子であるだけなので村の名簿にそれが載ってなかったんですよ。一方その頃ですよ、ナミを連れ戻しに行ったノジコがナミと一緒に何やら村人に話をされてるんですね。わかるな、ノジコ、ナミ、お前たちはベルメールと親子であるという証拠がない。お前たちの存在がアイスラから気づかれぬうちに島から出ろ、海に出ろっていうことを言ってるんですよ。それ以外にお前たち3人が助かる道はない。でもその当時10歳だったナミはそれを受け入れられないんですよ。もう涙流しながら、なんで私たちが出ていかなきゃいけない、貧乏だから私たちベルメールさんの子で言っちゃダメなのってことを言うんですよ。それはすでにベルメールさんの家のすぐ裏での会話なんですよ。つまり魚人たちとベルメールさんの会話はナミとノジコ側には聞こえるけれども、魚人側にはナミとノジコの存在はまだ見つかってないという状況ですね。そこでしっかり者のノジコは村を出る決心をするんですね。で、ナミがもう涙ぐみながら、どうしようどうしよう、ベルメールさんって言ってる時にですよ、ベルメールさんの声が聞こえるんですね。子供二人で10万ベリー、それは私の娘たちの分、私の分は足りないわ。ベルメール、お前なんてバカなことを。村人が全員騒然となるんですね。で、ベルメールさんが言うんですよ、ごめんなさいって。私家族がいないなんて言えないや、たとえ命を落としても口先だけでも親になりたい、あいつら私の子でしょってな。
ガキがいるんだな。で、野次子とナミが、もうベルメールさーんって言ってもう出てっちゃうんですよ。で、ベルメールさんに二人とも抱きついて、もう死んじゃやだって、私たちとずっと一緒にいてってなるんですよ。でも、アーロンは容赦ないですよ。お前が最初の見せしめだ。くだらねえ愛に死ね。で、ベルメールさんが、野次子、ナミ、大好き。ボーン。ナミの目の前で、ベルメールさんは撃たれて死んでしまうんですね。で、その後家の中から別の魚人がナミが描いた海図をいっぱい持ってくるんですね。こいつは驚いた。こいつ海図描けんのかつって、ちょっとうちの測量士になれっていうことで、ナミはさらわれてしまうんですよ。アーロン一味に。で、その後すぐにさらわれたナミが村に帰ってくるんですよ。で、ナミが言うんですね。私、アーロン一味に入る。測量士になって海図を描くの。その真相は、これは後で分かってくることなんですけれども、アーロンがナミにある話を持ちかけていたんですよね。それが、1億ベリー集めて俺によこせば、ココヤシ村は解放してやるよっていうことを約束してたんですよ。そしてナミはこの大海賊時代で海賊バヤリをいいことに海賊専門の泥棒になるわけなんですよ。だからナミは海賊が大嫌いなんですよ。それは第1巻でナミが登場した時から、このアーロンのお話はですね、ちょうど10巻の時ですね。この間、そう言われてみると、ナミって初めから心を誰にも打ち明けていなかったんですよ。ココヤシ村、1億ベリー貯めればっていうのを全部一人で背負ってたんですよ。全部誰も言わずに、野次子だけには言ってたんですよ。で、話は現代に戻って、ナミは9300万ベリーも貯めていたところだったんですよ。そしてあと700万ベリーで1億じゃないですか。今の私ならあと1回後悔すれば手に入れられるはずっていうところまで来てたんですね。そんな時ですよ、海軍がココヤシ村にやってくるんですね。それも何やら顔が悪そうな海軍なんですよ。で、このココヤシ村にやってきた海軍の、この中の、まあ、トップのリーダーの人が、まあ、大佐でネズミ大佐っていうのがいるんですけど、そいつが言うんですね。あなたが泥棒だということを聞いてやってきましたと。あなたが盗んだものは全部我々政府が。世界政府のことですね。政府が引き受けますよって。今までに貴様が盗み、蓄えた金を全部、我々に提出しろということを言ってくるんですね。ナミは当然それをしらばっくれるんですけれども、海軍は家の周りを探すのをやめないんですね。そのネズミ大佐がポロッと言うんですよ。米粒を探してるわけじゃねえんだぜ、1億ベリーだ、早く探せ。で、ナミとしてはなんで金額知ってるんだっていうことになるんですよ。まさかアーロンとこの海軍が繋がってるんじゃっていうことになるわけじゃないですか。ネズミ大佐はとぼけてますよ。さあね、知らねえ、チッ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 ってなって、もうナミは怒り狂うわけじゃないですか。もうアーロン。で、その海軍に対して野次子も怒り狂うわけですよ。野次子もその事情を全部知ってるじゃないですか。そしたら海軍に野次子が撃たれるんですね。ボーンって。で、そこにルフィが登場してくるんですよ。おー、ナミどうしたって、なんか手伝うかっていうことを言うんですよ。そしたらナミはもう怒り狂ってますから、あんたには関係ない、早く島から出てってってことになるんですね。ナミとしてはもう激怒してますから、アーロン、アーロンって、すぐさまアーロンのとこに殴り込みに行くんですけども、アーロンはそんなの知ったこっちゃないですよ。知らねえな、俺がいつ約束を破った。確かにアーロンと海軍が通じている証拠はないですから、理屈上ではアーロンは約束なんて破ってないんですよ。あくまで1億ベリー集めて持ってきたら村を解放してやるぜっていうことなんですよね。俺が約束をいつ破った、言ってみろ、シャハハハハハということですね。で、これには村人全員が激怒してるんですよ。というのも、村の人たちは全員ナミがココヤシ村の運命を一人で背負い込んでいることを知ってるんですよ。アーロンに1億ベリーを持っていけば、ココヤシ村が解放されること、ナミの実が自由になること、
これをアーロンと約束したことを村人全員が知っていたんですよね。なぜ村の人が全員それを知っていることをナミに言わなかったかというと、もしナミが1億ベリーを貯めるまでの間に何かしらの挫折があったとき、ここを逃げ出したいと思ったときに、みんなの期待がナミの足を引っ張ると思ってみんな知らないふりをしていたということなんですね。でも全部の事情を知っている村人は全員やっぱ激怒するんですよ。でも人間の10倍の腕力がある魚人ですから、そんな奴らに勝てないっていうことはとっくに分かってるんですけれども、もう奴らを許せないって言って、もう村人全員がもう行くぞーってなるんですよ。それを止めに入るナミですね。だってそんなの止めないと村人が魚人と戦ったってもう絶対もう殺されちゃうんですよ。でもそのナミの声は村人の耳には届かないんですね。それほど激怒してるんですよ。でもナミとしては絶望ですよね。せっかく10歳の頃からために貯めた9300万ベリーですよ。目の前でベルメールさんを殺されて、もうこれ以上村人を死なせたくないと。だったら私がなんとか1億ベリーを貯めてココヤシ村を解放するんだっていう、その9300万ベリーも海軍に持ってかれ、村人は今現在アーロンのところに挑みに行ってる。やがてこれは村人全員が殺されるだろう状況ですよ。もう絶望ですね。で、この時ナミの腕にはですね、アーロン一味であることからアーロン一味のタトゥーが入ってるんですよ。このタトゥーをですね、もうということで泣きながらナイフでもうタトゥーをやっている時にルフィが入ってくるんですね。ルフィは何も言わないですよ。ナミが言うんですね。何を、何も知らないくせにさっさと島から出てってって言ったでしょ。ルフィ助けて。それを聞いたルフィ、もう大きく息を吸い込んで、当たり前だーってことになるんですね。それで、麦わらの一味が、アーロン一味のところに乗り込むっていう話の流れなんですよ。いやー、痺れますな。それでは私が個人的に選んだ感動するくだり、第2位は、頂上決戦です。で、この頂上決戦というのがもうワンピースのこの全体の物語の中でも、まあ一番の、まあ途中の山場でもあったんですよ。というのも、頂上決戦というぐらいですから、最強クラスのもう強者が何十人も集まってる戦いなんですよ。端的に言うと、ルフィにはエースというお兄ちゃんがいるんですよね。そのエースが海軍に捕まってしまうんですよ。で、公開処刑をされるんですけれども、それを助けに行く白ひげ海賊団と、それを迎え撃つ海軍本部、海軍のもう全勢力ですよ。この白ひげ海賊団の2番隊の隊長であったのが、ルフィのお兄ちゃんでもあるエースだったんですね。だから白ひげ海賊団がもう勢揃いで海軍本部までもうこう乗り込んでくるというような戦いですね。ちなみにこの白ひげ、享年72歳ということで、結果的にこの頂上決戦の中で死んでしまうんですけれども、絶対72とは思えない、もう筋肉ムキムキでもう最強の体をしてます。で、あのゴールドロジャーですよ。あの海賊王ゴールドロジャーの、まあライバルのような一昔前に前世を誇っていたような人ですね。この頂上決戦の前では天敵を撃っているシーンなどもあったので、高齢であることは感じられるんですけれども、この57巻の時点では最強の海賊団、最強の男。ではなぜルフィのお兄ちゃん、エースをわざわざ公開処刑するのか。だってそうじゃないですか。処刑をするならさっさとやってしまえばいいことじゃないですか。それを頂上決戦が始まる前、白ひげがまだ登場する前に、海軍のトップでもある元帥が口にするんですね。諸君らに話しておくことがある。フォートガス D エース。この男が今日ここで死ぬことの意味についてだ。エース、お前の父親の名前を言ってみろ。俺の親父は白ひげだ。エースは白ひげのことを父親のようにした。エースは白ひげのことを。で、元帥は言いますよ。違うと。それはそうですよね。エースはルフィのお兄ちゃんなんだから、ルフィのお父さんはドラゴンという革命家の人なんですけれども、当然エースのお父さんもドラゴンと思っているじゃないですか。それが違ったんですよ。元帥が言うんですよ。お前の父親は
海賊王ゴールドロジャーだ、ってことになるんすよね。そうなんですよ。エースとルフィはただ杯を交わしただけの義兄弟であることがここでわかるんですよ。でまあともかくもういろんなことがあるんですよ。この頂上決戦ではですね、もう本当に最強クラスの強者がもう何十人も集まってますから、いろんなストーリーがあるんですけれども、それはちょっと置いといて、ともかくもルフィは突き進みますよ、エースの元へですね。エースはもう高台にもうこうやってもう縛られて、今にでも処刑されるような状況ですよ。で、ルフィはいろんな難局を乗り越えて、この高台にいるエースのところに行き着こうとした時に現れたのがガープですよ。ガープっていうのはルフィのおじいちゃんなんですよ。海軍でいうところの中将なんですね。で、この涙ぐましいシーンも乗り越えて、ルフィは無事エースを解放して、エースとルフィのこの兄弟による共闘熱いシーンがまた描かれるんですね。ただ、この後追ってきた海軍大将、杯という男に、エースは胸というか、もう胴体そのものをですね、マグマのパンチで貫通するようなものを食らって、死んでしまうんですよ。しかも熱いのが、その杯っていう男は最初ルフィを狙うんですよ。それをかばうようにしてエースはそのパンチを食らうわけなんですよね。それで死んじゃうんですよ。ルフィの目の前で死んじゃうんですよ。で、ルフィはこの時点で気を失ってしまいます。もう体力の限界もあったし、というのも、この頂上決戦の前にも、ルフィは単独一人で政府の大監獄、もうインペルダウンといって、もう海底にある大監獄にもう突入してるんですよ。エースを助けるために。それからずーっと戦いっぱなしで、さらにこの目の前で自分のお兄ちゃんが、しかも自分を守るために死んでしまったと。このあまりにも大きいショックで、気を失ってしまうんですよ。で、その後は、まあ、またいろいろあってですね、白ひげ海賊団の人たちにいろいろ守られながらも、なんとかルフィは脱出するんですね。で、この頂上決戦も最終的にはあのシャンクスがルフィと入れ違いで登場してきて、なんとか収めるんですよ。で、とある島でルフィは目を覚ますんですけれども、もう発狂とまでは言わないですけれども、もうやけくそになってるんですよ。うわーっていう風になってるんですね。で、ルフィをそこまで連れてきた人が言うんですよ。今は辛かろうがルフィ、それらを押し殺せ。失ったものばかりを数えるな。ないものはない。確認せい。お前にまだ残っておるものは何じゃ。で、ルフィが何やら指を数えながら泣き出してくるんですよ。そしてこの一言、仲間がいるよっていうことなんですよ。これには日本中の、いや世界中のワンピースファンが泣いたはずです。というのも、この頂上決戦の前からだいぶ長い間ちょっと事情があってルフィは仲間とはぐれてしまって一人でずーっと戦ってたんですよ。だから余計読者としてもルフィの仲間にすぐに会いたくなってくるような感動シーンになってくるんですね。いやー、しびれますな。はい、それではワンピースの私が個人的に感動したストーリー下りの第1位はロビン編です。ワンピース読者の方にははいはいそうねという風になるんでしょうが、まあ熱いですね。やっぱりこのロビン編は外せないっす。さあ、このロビンなんですけれども、肩書きとしては考古学者ですね。この海賊なのに考古学者を仲間にさせるあたりですね、このワンピースならではの尾田先生のセンスなんですよね。つまり、このワンピースの物語において、この考古学者ロビンの存在がものすごく重要になってくるわけですね。キーパーソンというやつですよ。で、このロビンなんですが、初めは敵役として登場してくるんですね。とある犯罪組織の幹部として登場してきたロビンは、初めからどこかミステリアスな雰囲気を持つキャラクターなんですね。で、なんやかんやあって、ルフィの麦わらの一味がその犯罪組織をやっつけるんですね。で、そのやっつけた時に遺跡が崩れ落ちる場面があったんですが、その際にロビンもその中にいて、崩れ落ちる遺跡とともにもう死のうとしていたんですよ。で、ロビンが言うわけですね。このまま死ぬのならちょうどいい。この道で生きていくことに私は疲れた。ただ、歴史を知りたいだけなのに、私の夢には敵が多すぎる。つって涙を流してるんですね。そこをルフィが助けて
あげちゃうんですね。で、その後ルフィの麦わらの一味が船を出航して海に出た後に気がついたらロビンがそこに乗っていると。で、ロビンが言うわけですね。私には行く場所も帰る場所もないの。だからここに置いて、あなた、私を助けた責任を取ってくれる？いいぞ。と、このルフィの一言でロビンが仲間になるんですね。ただこの後ロビンと一緒に旅をするにあたっても、いくつか伏線もあるんですね。例えば海軍大将が出てきて忠告してくるんですよ。お前たちにもそのうちわかる。厄介な女を抱え込んだと後悔する日も遠くねえさ。だとかで、ロビンのミステリアスな部分が蓄積されていくんですよね。で、このロビンが仲間になったのが24巻。で、ロビンが麦わらの一味に入って10巻分の旅を終えた後、34巻でとある島にたどり着くんですね。で、この新しい島でショッピングしている時に、ロビンが失踪するんですね。で、みんなでロビンを探している間に、その島で一大事件が起きるんですね。それが、市長暗殺未遂なんですよ。アイスバーグさんつって市民の間ですごく人気のある市長さんが暗殺未遂なんですよ。そしてその犯人は麦わらの一味だっていうことで号外で触れられるんですね。濡れ衣を着せられるんですよ。で、この後ワンピースの物語はある意味推理小説的なストーリーで進んでいくんですね。誰が犯人かみたいな。するとなんとその犯人のうちの一人がロビンだったんですよ。まあこの真相を端的に言うと、ロビンというのはもともともう8歳の頃から世界政府に指名手配されていた犯罪者だったんですね。で、今回 CP9 という政府の諜報機関が直々に動いてロビンをさらいに来たというタイミングだったんですね。で、ロビンとしては麦わらの一味が無事この島から出ることを条件に、そう約束させることによってその諜報機関に身を預けることを覚悟するんですね。もう死を覚悟したんですよ。だから麦わらの一味のことを思ってなんですよ。だからこの後何度も何度も麦わらの一味はロビンを救出すべくその諜報機関に挑みかかるんですよ。ただその度にロビンから断られると。私はもうあなたたちの仲間じゃないのよって、もう追ってこないでって、もう一味に戻ることなんてないわ、会うこともないわって何度も何度も断られるんですよ。で、結局世界政府の島まで連れ去られてしまうんですよね。ただやっぱり麦わらの一味はもう追い詰めますよ。で、こう麦わらの一味がこういるじゃないですか。向こう側の岸には世界政府のこの CP9 つって諜報機関のやつらがずらーっと並んでるんですよ。こう対峙してる場面があるんですね。そこでもロビンは言いますよ。何度も言ったわ。私はあなたたちの元には戻らない。帰って。私はもうあなたたちの顔なんて見たくもないのに、どうして助けたりするの。私がいつそうしてと頼んだの。私はもう死にたいのよ。で、ルフィは言うわけですね。頼むからよ、ロビン。死ぬとかなんとか、何言っても構わねえからよ。そういうことはお前、俺たちのそばで言え。で、ロビンが考え込んで過去の回想シーンに行くわけなんですよ。20年前。場所はオハラという島ですね。この時ロビンは8歳なんですけれども、近所の子供にいじめられてるんですね。というのもこの時にはすでにロビンは悪魔の実を食べていたんですね。花々の実といって体の各部分をいろんなところに咲かせることができるんですよ。だからもうそこら辺にもう手とかね、もうニョキニョキニョキって咲かせることができるんですよ。だから近所の子供たちに妖怪といじめられていたんですね。いじめられて夕方一人で帰る途中にいろんな景色を見るわけですね。お父さんお母さんと手をつないで幸せそうに歩く家族。向こうの方では高い高いしてるんですよ。そういう景色の中一人でロビンは家に着くと置き手紙がしてあるんですね。ロビンへ、今日は娘の誕生日なので家族水入らずで外食に行ってきます。お前の夕食にはパンを用意してあるので適当に食べてください。ジャムは使いすぎないように。食事が済んだら私たちが帰る前に掃除皿洗いを済ませ、洗濯物を取り込んで早めに2階に上がっておくように、という手紙が書いてあるんですよ。で、ロビンは泣きながら床掃除をするんですね。これが8歳ですよ。
そんなロビンにも理解者のいる場所が唯一あるんですね。それが小原の図書館なんですよ。まあこの図書館は考古学研究所も兼ねているところなんですけれども、ともかくそこに行くと、その日うわーおめでとうって言ってみんなに祝福されるロビンですね。先日の博士号試験見事満点じゃ、お前今日から考古学者と名乗っていいぞっていうことになるんですね。すごいことなんですよ。ということでロビンは8歳のこのタイミングで考古学者になったんですよ。どんだけと思うかもしれないですけれども、ロビンのモチベーションとしては愛でしかないんですよ。愛に飢えてるんですよ。つまり勉強すれば喜んでくれる人たちがいるんですよ、そこに。それがこの考古学者の皆さんなんですね。で、ロビンが言うわけですね。私、この100の100年の謎を解き明かしたいの。これにはみんな学者はですね、びっくりするんですね。それはいかんって。それは禁止。今まで通り禁止だ。っていうことを言うんですね。まあ、ワンピースの物語上にある空白の100年。まあ、つまり、900年前から800年前までのこの100年間の歴史がまあ消えているわけなんですけれども、これについて調べることを世界政府は禁止しているんですね。それは大犯罪になるんですよ。なのでロビンにはダメだっていうふうに言ってるんですけれども、ただ学者たちはですね、夜な夜な地下室でその研究をしていたんですね。で、その空白の100年の謎に迫るものとして、ポーネグリフという古代文字が書かれた物体があるんですよ。石の塊があるんですよ、すごくでっかい。その古代文字を読むことに学者たちは夜な夜な研究をしていたわけですね。それを花々の実で覗き込んでいるロビンですよ。だから実はもうこの時すでにロビンはその古代文字を読めるようになっちゃってたんですよ。これが一つ重要なことですね。で、まあ結局この時ロビンは怒られておしまいですね。空白の100年についてもう知ろうとしちゃダメだぞって、地下室をもう覗き込んだりしたらダメだぞっていうことで怒られちゃうんですね。で、ロビンが海を歩いている時に一人の男が倒れてるんですね。で、その男と数日間共にするんですけれども、ある時にその男が、お前の母親の名前はなんだ？オルビア。まさかここはオハラだったのかってことになるんですね。いいかロビン、聞けと。今政府がこの島を今もう狙いに来てると。海軍の軍艦がもういっぱいやってきて、この島の学者を全て消し去るつもりだっていうことを忠告してくれるんですよね。で、ちょうどその時ですよ、小原の図書館、まあ考古学研究所には一人の女性が帰ってきてるんですね。その人がニコ・オルビアっつって、ロビンのお母さんなんですよ。つまりこの時から6年前にロビンのお母さん、オルビアを含む33人がポーネグリフの探索チームとして島から出て行ってたんですね。で、その探索チームが海軍に捕まって、持ち物を全部調べられて、その持ち物の形跡から小原の出身者だなと。もう一度言いますけれども、世界政府は空白の100年のことについて知ろうとする行為を禁止してるんですよ。古代文字が書かれているポーネグリフ、これを追い求めることも禁止してるんですよ。だから世界政府は海軍の軍艦をもう送り込んで潰そうとしていると。だからみんな早く小原から逃げてっていうのがオルビアの目的ですね。でも学者たちはですね、もうとっくに腹を決めてるんですね。ああそうかと、とうとう尻尾をつかんだかっていうことになるんですけれども、今さらこの研究を投げ打ってまで逃げようとはしないっていうことになるんですよ。で、オルビアもその学者たちの覚悟を受け入れるという場面で、学者がそこで一言言うんですね。それよりも気になっておることはあるじゃろう。ロビンのことですね。オルビアとロビンはロビンが2歳の時に生き別れているんですよね。そこでオルビアが言うわけですね。でも今さら会うわけにはいかないと。彼女を罪人の娘にするわけにはいかないから。これも母親の愛ですよね。本当は会いたいんですよ。そんな時、世界政府の船がやってきたーってなるんですね。
で、オルビアは急ぎその世界政府の船に向かっていくんですよ。一方、ロビンは海軍の軍艦がいっぱいやってくる、危ないぞーっていうのを聞いて、しかもその知らせをロビンのお母さん、オルビアが多分帰ってきて知らせに来ているぞーっていうことを聞いたもんだから、海から図書館に向かうロビンと海の、世界政府の船まで向かうオルビアがすれ違うんですね。ただ、お互い気づかないと。で、図書館に着いたロビンは、お母さん来たっていうことを言うんですね。ただ、オルビアの覚悟を聞いている学者はそれを言わないんですよ。お母さんか？来てないぞ。ってことを言うんですね。で、学者は世界政府が来たっていうことをもう知ってますから。いいか、ロビン。政府がここに来たとしても、誰もお前が考古学者ということはわからない。自分が考古学者であることを絶対に明かしてはいけない。わかったな？だってそうじゃないですか。年齢は関係ないですよ。世界政府にとっては子供であっても考古学者であったら消し去るつもりで来てるんですよ。なのでそこは約束させるんですね。で、小原の図書館のところに世界政府の役人がやってくるわけですね。具体的には CP9 の前代の人がやってくるんですけれども。で、そこにはボコボコになって捕まったオルビアももうドサッつって言って連れられてやってくるんですね。それを見るロビン。でも、もう2歳で生き別れたお母さんですから顔も覚えてないんですよ。それがお母さんだとは気づかない状態ですね。で、学者と世界政府の諜報機関 CP9 とのこのやり取りがある間もロビンはオルビアのことをチラチラとこう見てるんですね。女の人なのにこの人たちひどい。オルビアはオルビアで本当は話したいんですけれども、話してしまったらこの親子関係がバレてしまって罪人の娘だっていうことで最悪リスクがあるじゃないですか。だから言えないんですね。ロビンって言ってこのオルビアの心の中ですよ。もうどうかうまく逃げてって、絶対に死なないでっていうことを思ってるんですよ。で、世界政府としてはもう学者は殺すわ、図書館に火を放つわ、でもそういう状況ですね。もう行くぞっつって言って、もう軍艦の大砲でもってこの島を焼き尽くすっていうことになってますから、もう役人とかも早く行くぞっていうことを言うんですよ。その女も連れてこいっつって言ってオルビアのことを連れ出そうとするんですね。そんな時にですよ、ロビンが言ってしまうんですね。お母さんですか？いろいろ回想シーンが出てくるわけなんですよ。顔は真っ黒で思い出せないんですけれども、お母さんに抱っこされている記憶だとか、いじめられっ子にもういじめられている思い出だとか、居候させてもらっている親戚のうちからもう勝手に服を着てっつって言って、それはうちの娘の服だよっつって言って怒られているシーンだとか、お母さんと生き別れになったその理由もわからないまま辛く過ごした6年間が走馬灯のように出てきてるんですね。私のお母さんですか？オルビアは振り向かずもせずに言います。いいえ、ごめんなさいね、人違いだと思いますよ。心の中の声としては、ごめんねロビンと、あなたを罪人の娘にはしたくないのということですね。ロビンは諦めないですよ。もうとっくに分かってるんでしょうね。もう顔立ちだとかも似てますから。私ロビンです。大きくなったけど私のこと覚えてませんか？ずっと帰りを待ってました。本当にお母さんじゃないですか？いつか私手をつないでもらって一緒に歩いてほしいから。私一生懸命勉強して考古学者になれたの。ポーネグレフも読めるよ。だから一緒にさせて、お母さんもう一人にしないでください。そんな中、海軍の大砲がとっくに嵐のように降ってきてる状態ですね。もう周りは火の海ですよ。で、海にいた漂流者が心配になってここでやってくるんですよ。オルビアに頼まれてロビンを逃がしてくれるんですね。生きてロビン。ということで、ここでもうロビンはお母さんと死に別れることになってしまうんですね。で、世界政府に考古学者と知られたロビンはもう狙われることになるんですよ。で、その漂流者は必死でロビンを逃がそうとするわけですね。俺が作ったイカダで海へ出るんだロビン。海へ出ればいつか必ず仲間に会える。海は広い。いつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れる。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだべ。走れロビン、振り返らずに、どこかの海で必ず待っとるお前の仲間に会いに行けロビン。そいつらと共に生きろ。漂流者は
死んでってしまうんですね。そうしてロビンはうまくそのオハラから逃げ出すことができるんですけれども、この8歳の若さで7900万ベリーという賞金首になってしまうんですよ。それほど世界政府より危険度が高いということなんですよ。なぜならロビンはオハラの生き残り、あの空白の100年に限りなく近づいた人たちの生き残りだからなんですよ。で、回想シーンが終わって現代に戻り、ロビンが思い出したように言うんですね。今ここでバスターコールをかければ、この島と一緒にあなたたちも消し飛ぶわ。このバスターコールというのがロビンのトラウマなんですよ。もうボタン一つで海軍の軍艦が何十隻もやってきて、もう島一つぐらいは消し飛ばすぐらいの威力があるんですよ。それでロビンのふるさと、オハラも消し飛んでしまったんですね。トラウマなんですよ。その攻撃がやっと出会えた自分が気の許せる仲間に向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を剥く。私には海をどこまで進んでも振り払えない巨大な敵がいる。私の敵は世界とその闇だから。前回の時も今回もあなたたちを巻き込んだ。これが永遠に続けば、どんなに気のいいあなたたちもいつか私を重荷と思って裏切るに決まってる。それが一番怖いの。だから助けに来て欲しくもなかった。いつか落とす命なら私はここで死にたい。で、その場にいる CP9 のトップもクズなんですよ。まあこのクズが場を盛り立ててくれるんですけれども、言うわけですね。あの象徴を見ろっていうことを言うんですね。上には世界政府の旗が立ってるんですよね。あのマークは4つの海とグランドラインの中にある170国以上の加盟国との結束を示すものだ。これが世界だ。立てつくにはお前らがどんなにちっぽけな存在か分かったか。この女がどれほど大きな組織に追われてきたか分かったか。そしてルフィが言うわけですね。ロビンの敵はよく分かった。ソゲキング。ソゲキングというのは麦わらの一味の狙撃手ですね。あの旗、撃ち抜け。了解って言って、その狙撃手が世界政府の旗を撃ち抜くんですよ。世界政府の旗はもう焼きついちゃうんですね。でもその場は騒然ですよ。あいつらやりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告をしやがったってなるんですね。お前ら正気か。全世界を敵に回して生きていられると思ってんのか。望めたものだ。これですね。で、ロビン、まだお前の口から聞いてね、生きたいと言え。それを受けたロビン、生きる？はてなマークなんですよ。お前はこの世に生きちゃいけねえんだ。貴様の存在そのものが大罪なんだ。そう言われて育ってきたロビンなんですよ。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい。私も一緒に海へ連れてってってなるんですよ。麦わらの一味、行くぞ。これですね。いやー、やっぱり痺れますな。夢見ていますか、この国の未来を。もがいていますか、明日を生きるため。志高く駆け抜けた同志の